はい、こんにちは、こんばんは。いや、この動画ちょっといつ出てるか、もう今自分でのテンション的にわかんないんだけど、やばいね、びっくりした。金曜5時報が来ました。金曜5時報が来て、僕もちゃんと詳細確認できてないんだけど、取り急ぎね、とりあえずなんか動画出さなきゃっていう使命感に駆られて今カメラを回してるんですけど、嘘だろ？ツアーが来ました。昨日の配信でさ、明日ツアーの発表来たら嬉しいねみたいなこと言ってたのに、本当にツアーの発表が来ました。やばすぎる。簡単にツイッター読みますよ。米津玄師2025ツアージャンク。来年です、だからツアー。全国8都市16公演。2days ずつってことかな、だから。アリーナ&ドームツアー、米津玄師2025ツアージャンクの開催が決定いたしました。やばすぎる、びっくりした。米津玄師ツアーやります。うわー、こっから楽しみ。僕が本当言ってた通り、来年の年初かな、年明けからなんですよ。やばすぎるね、びっくりした。うわー、やばいな。しかもですね、今回ロストコーナーに封入のシリアルナンバー2てってしれっと書いてあるんだけど、シリアルナンバー入ります。そしてそのシリアルナンバーで応募があると。やばすぎるね。まあなんとなく想像はついたけど、嘘だろ、本当に来たよ、うわー嬉しい、泣きそうって感じなんだけど、ツアー1月9日からです。年明け早々から三が日も終わって、よし仕事始めた、学校始めたって言ってなって、1週間もせずにツアーが始まります。最初の会場、宮城積水ハイムスーパーアリーナです。うわー、やばすぎる。でそっから新潟、横浜、愛知、福岡、大阪、札幌挟んで東京ドームです。うわー、最後東京ドームだよ。東京ドームやばすぎるな。東京ドームなんか行ったらマジやばいよね。何回かワンオクのライブとかエドシーランのライブで何回か僕行ってるけど、あの会場で米津玄師見れたらやばいよ、本当に。もう本当にやばい。ちょっと待って、火を消さないといけないね。やばすぎるよね、本当にやばすぎる。僕どの会場行こうか、今回でも徳島なかったね。これどの会場行こうか、初日宮城で最後東京でしょ。どうしよう、最初と最後ぐらいチケないしたいけどね、会場に。いやーちょっとどうしよう、今からワクワクが止まらないと同時に、まだね先の話だから、チケット取るんだったら別だけど、チケット取らないんだったら、チケないなんだったら別にギリギリまでね悩めるから、まだそこはいいとして、とりあえず僕どこの会場に行こうか今からもう吟味せざるを得ないんですけどね。でしかもそのアルバムが8月20日に、あ、違う、21日に発売なんですけども、シリアルコードのですね、入力、期限というか入力期間がですね8月の20日昼12時からっていうことですので、もうほぼ間違いなくフラゲがあります。前日に届く人もいますという状況になりました。うわー、だから8月20日に僕 CD が届きます。やばすぎる、やばすぎる。やばすぎる。いやー、やばいね。で、なんかみんな配信でさ、名古屋飛ばしってみんな言ってたけど、名古屋入ってるじゃねえかよ。愛知スカイエキスポ、かっこ愛知県国際展示場っていう場所入ってるじゃねえかよ、名古屋も。ちゃんと。で、今回は福岡です。九州方面の人たち。熊本じゃなくて福岡です。みんな福岡の方が利便性があっていいんじゃないの。で、関西方面の人たちはみんな京セラドームです。京セラドームいいよ。今年僕、エドシーランのライブで行ったけど、京セラドームマジでいいよ。びっくりするぐらいいいから、あそこの会場。本当にいいから。しかも周りも結構広いからさ、ファンの人たち集まるんだったら結構盛り上がると思うし、入れる場所も多いし、ただお店はそんなないかな。まあ、ただショッピングモールみたいなのも近くにあったような気がするから、まあその辺混むかもしれないけど、まあでも一応そういう形になっていましてですね。で、東京ドームなんかもう言わずもがな。言う必要がない、あそこの会場は。会場の中も素晴らしいけど、外もね、素晴らしい。で、しかも時期がね、年明けなんで冬なんですよ。だから暑くてしんどいとかそういうことはないんで、逆に寒くてしんどいかもしれないけど、暑くてね、しんどくてどうしようもないとか、日焼けしたとか熱中症で倒れるとか、そういったことはね、起きないわけです。この時期に。さすがに2月、1月に熱中症起きないわけです。で、1月9日から始まって、2月末までやるんで、1月いっぱいと2月いっぱい、だいたい2ヶ月ぐらいにわたってライブをやるっていうことになっておりまして、なんで1週間に1回ペースではないのかな？あ、でも1週間に1回ぐらいのペースでやってるかもしれない。そうだね。どこでこんなに期間が空くんだろう。あ、そんなでもないか。16公演やってるから、で、8会場だから、そうか、そんなもんか、2ヶ月ぐらいかかるか。まあ、で、料金に関しては、なんですけども、指定席9000円、税込みです。やばくない？税込み9000円だよ。だから、いろんなね、なんかチケット、手数料とかいろいろあると思うのね。米津玄師の公式サイトでも、手数料とか自分の手数料いろいろあると思うんだよ。コンビニでもらう場合は、その手数料とかいろいろあると思うんだけど、
そこも込み、そこは込みじゃないかな。さすがに消費税込みで9000なんで、まあだからトータル1万円切るんじゃないかなと思ってます、チケット代。やばすぎるね、米津玄師のチケット代1万円切るって。ほんとやばい。超えてきてもおかしくないと今回思ってたの。超えてこなかったよ。で、ファミリー席は、子供、お子さんに関しては6800円で大人が9000円という感じになってまして、これアリーナのね、アリーナの会場の値段ね、ドームだった場合は値段上がります。S 席、一番まあ近いアリーナってことかな。13,500円。これでも結構安いよね。なので、指定席、A 席、スタンド席ね。僕が東京ドーム行った時とかスタンド席だったんだけど、まあ結構後ろの方なんだよね、スタンド席でどうしても。でもそれで12,000円。で、ファミリー席ってなると12,000円でお子さん8,800円。やっぱり狙うはさ、ドームのアリーナ13,500円なんじゃないの？一番いいやつ。やっぱ米津玄師が本命な僕はさ、やっぱりここでひよってさ、アリーナの方の9000円とかさ、スタンドとか違うじゃん。やっぱひよっちゃダメじゃん。倍率やばいと思うけど、ひよっちゃダメだと思うのよ。今回、アリーナの13,500円狙います。僕は今回。ちゃんと狙います。でですね、応募、一時受付、二時受付とあります。一時受付は8月20日、フラギビーから、25日、1週間ないかな ?6 日間ぐらい、丸6日間ぐらいあるんですけど、その期間で応募。で、二時受付が長いんですよ。9月12日から9月23日までなんで、約10日、ほどあります。二時受付はシリアルナンバーでの応募になるのか、もしくはシリアルとかなしで、また別になるのか、ちょっと今のところわからないですけど、そういう感じになっております。今、公式から出てきてるホームページに載ってる情報をざっとおさらいさせていただきました。やばすぎる。細かい話はライブ配信でねいっぱいしようと思うし、またねもうすでにこの動画の発表がされなされてから僕も撮りたい動画何本もできてますんで、その辺はまた動画にしてね細かいこといっぱいやっていこうと思いますけど、とりあえず今はこの動画をいち早くどんなに早くどんな形でも編集できなくても、とりあえずこの喜びをみんなと一緒に分かち合いたいと思って、とりあえず動画出してますんで、編集はできてないです。もう勢い任せの動画、いつも通りなんですけど、勢い任せの動画なんです。ドームツアー来たね。アリーナ&ドームツアー全部ドームだけには行かなかったけど、ただドーム入ってます。やっぱいつもアリーナだったから、やっぱ今回ドーム狙いたいね、僕。ドーム行きたい。東京ドームか、京セラドームかだよね、ドームってなると。いや、そのどっちかになると思うんだけど、いや、うわ、やばすぎる。絶対にドーム行きたい。ドーム行きたい。しかもドームの方が会場広いしな。割と当たりやすそうな気もしてるから、マジで行きたい。楽しみすぎね。じゃあ今日の動画はそんな感じで終わろうと思います。みんなどういう気持ちですか？これ最高にいい気分じゃない？今日僕最高にいい気分で配信できると思うんで、配信のね皆さん遊びに来てください。最高の気分で僕多分配信できるよ。今日はやばいね。本当にやばいね。楽しみに僕配信開始の時間を楽しみにこの動画をアップロードしてから待ちたいと思います。で皆さんありがとうございました。じゃあ次回の動画もしくは配信でお会いしましょう。詳しい動画はいろいろ細かいの出していこうと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。またね。チャンネル登録といいねしてってね。よろしくお願いします。